コンビニの前で待ち合わせしてお待たせ。カーキを潤すプラスチックだけ買おう。眩しすぎるから僕らは目を伏せながら。レジをくぐったら少し言葉が減った。歩いた目的地周辺パラパラと人影が湿度の高い場所に僕らも混ざってくその人と一つに尋ねてはいけない何回来たって慣れないこの部屋匂いや色合い何とも言えない鏡がいっぱい置いてあるけどさ僕を見せないでよ見に絡みついてくる自分の虚しさとか全部肯定しようお互いに利用しよう終われば一応会話はするんだ片取り流れで聞いてみるけどどういう反応したらいいのかそれよりちょっと眠い目が覚め